もこんにちは、新代理メンバーのももです。今日は業界別最強 ES の作り方講座後編ということで、業界別受かるガクチカについて土井さんに解説していただこうと思います。前半の動画では業界別の受かる志望動機について紹介しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。こんにちは、トヤンナと申します。私は P&G とルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーでマーケティングをやった後独立して今は経営者をやっています。当時から就活オタクで、就活が好きすぎて100社近く受けましたのでそのあたりを踏まえて確実内定という本まで書いてしまいました。よかったら概要欄から見てみてください。ここでシンダイアリーからお知らせなんですけども、今シンダイアリーの公式 LINE を追加していただいた方に土井さんの方からプレゼントがあるということで、土井さん教えていただいてもいいですか？概要欄でシンダイアリーの公式 LINE に追加できるんですけれども、そこから入っていただくと私が作った無限に ES を添削してもらえるプロンプトが手に入ります。チャット GPT に放り込んでもらうだけで皆さんのガクチカをそのまま添削されますので、ぜひ今見た動画を参考にして自分なりのガクチカ作ってみてください。お願いします。ということで早速業界ごとの答え方のコツと理想例について聞いていこうと思うんですけど、今日は理想例の方をアルバイト縛りでお願いいたします。無理でしょうすいません、お願いします。全部アルバイト縛りでお願いしたいです。今私カンペあるんですけど9業界ぐらいとか頑張ります。はい、お願いします、はい。まずは広告業界ですね、はい、はい。広告業界のガクチカの作り方なんですけれども、はい、広告業界が好きな人ってちょっと面白いこと、個性があることをしてるけど、うん、本人が表現者ではない、そんなに自分にこだわってない人です、うん。というのも広告の主体になる人ってモデルだったりとか、そこのカメラに映る人じゃないですか、はい。でも広告を作る人ってそれの下にいる人、下支えをするサポーターなので、うん、何か面白いアイディアだったり知的好奇心っていうのは大きいんだけれども、一方でその中で自分は作る側、支える側にいたいっていう人が一番王道の内定者になります。広告業界とかだと結構キラキラに憧れて入る方多いと思うので、はい、どうしても自分がってなっちゃうと思うんですけど、はい、やっぱ大事なのはサポーターの気持ちです。そうですね、サポーターの中で一番出張っていいよっていう、はい、仕事になります。はい、ありがとうございます。広告業界の理想でアルバイト編でお願いします。私が学生時代一番頑張ったことは塾講師のアルバイトで、はい、生徒の偏差値を10平均で上げたことです。その私が行った塾というのが結構落ちこぼれを専門にしている個別指導塾でした。落ちこぼれの子を担当していたので、まず机に座れないとか、そもそもの勉強習慣が身についていないところからのスタートラインでした。そのために他の塾講師のアルバイトの方々はみんなすぐその部門を離れてしまっていて、最終的に私が担う形になった流れです。実際やってみたところ、その子たちには興味関心を持っている分野が必ずあって、でそれで気を引きつけることさえできれば机に座っていることができると判断しました。そこで私はその子たちが好きな分野を全部研究して、全てのアニメ、全てのドラマ、好きなゲーム全部をまず家でやってきました。そして一緒に競争しようよと、来週来るまでにレベルどれぐらい上がってるか勝負なとか、来週また感想聞かせてよと、どんなアニメだったみたいな話を聞くことによって、まずはどんなテーマでもいいから机に座ってもらうということをやりました。その結果、塾で子供がまず机に座る習慣ができて、そこから小テストができるようになってという小さな成功体験を積んで、最終的には全落ちこぼれの子が落ちこぼれのクラスを全部卒業するということで、私の担当する生徒が0人になってしまったという話があります、はい。最終的には子供の好きなものにとても詳しくなってしまったので、その内容を SNS で発信してフォロワーがお母様方を中心に増えているという状態です。ちょっと特殊じゃないですか。特殊ですね、はい。アルバイトの塾講師っていうのはよくあると思うんですけど、はい、内容としてはただ偏差値上げたっていうよりも落ちこぼれの子たちを卒業させたっていうレアな話になりますね、はい。こういう話であれば知的好奇心を持つとか、はい、ちょっと面白いことをするって言うと、はい、なんか突然なんか変なことをするのと誤解されがちですけど、うん、はい、そうではなくて身近な人生の中からちょっと新しい視野を持つとか、面白いスタイルでの工夫をしてみるっていうやり方がおすすめです、はい。逆に広告作ってよって段階で依頼が来て、はい、その商材自体が面白いってあんまないじゃないですか。この素材、このテーマの業種、はい、商品で、ね、どうやって面白くアプローチしようっていうのが広告なわけで、そこを見せられるのがいいですね。ありがとうございます、はい。
次は IT 業界の答え方のコツについて聞いていこうと思います。はい、一見受ける前提で話をさせてもらうんですけれども、はい、答え方のコツとして大事なのは勤勉さ。特にトラブルがあったりとか自分の思い通りにいかなくても諦めない力です。なんでこれが重要かっていうと、はい、そもそもエンジニアリングとかプログラミングに関してこのスキルがないと途中で切れて終わるんですよ。私そういうのはないタイプなんですけど多分私がプログラミング始めたら途中でパソコンの電源抜く、はい、いやプチッみたいなタイプは向いてない、はい、でその真逆ですね。あのコツコツとか自分で何かしら取り組むんだけどそれがうまくいかないときに、はい、なんでだろうこれ、もしかしてあれかな、いやこれかなって延々やって2時間後にはこれだ、うん、すっきりってなる人が向いてます、はい、さっきの業界別受かる志望動機のところで日系企業はそこまでスキル重視されてないってことだったと思うんですけど、はい、スキルとかのアプローチよりも自分のそういう真面目さとか勤勉さがアピールポイントになるんです。そうですね、うん、ありがとうございます。 IT 業界の理想例についてお願いします。はい、学生時代に頑張ったことはアルバイト先のカフェでシフト表を改定したことです。私は小さなチェーン系のカフェでアルバイトをしていました。ところが、まあ、小さなチェーンといっても 3,4 店舗しか展開していない小さなチェーンでしたのでなかなか DX が進んでおらず、シフトは手作業でみんなが希望日時を書いていって、はい、それを店長が手探りで直していき時にはミスも連発するといった状態でした。私はこれぐらいであればもしかして簡単にシステム化できるのではないかと思い、まずは Google のスプレッドシートでシフト表を作ってみました。最初それを店長に提案したところ見栄えが綺麗だからと採用されたのですが、結局手書きの方が早いと言われてしまい、なかなか導入後に誰も使ってくれないシフト表になってしまいました。そこで簡単にシフト表を記入できる仕組みというものを作れないか考えて、 LINE でみんなが希望日を入れるだけでシフト表が勝手にできて反映できるプログラムを初めて取り組んでみました。これを作るだけでプログラミング未経験でしたので半年以上かかってしまったんですけれども、最終的にはその仕組みを導入することができ店長にも喜んでいただけましたみたいな感じです。未経験だけど地道にやってきたっていうところで、はい、業界自体にも興味があるし自分も真面目なんだよっていうことをアピールできますね。そうですね、プログラミングに今ちょっと話理想例なんでしましたけど、はい、別にそこまで知識がなかったとしても、こういう目の前のやってみたことが一朝一夕でできない、なんかこれできないなーっていう時にあもういいやってならずに、はい、こういう改善策でって導入がうまくいかないとか、新しい提案がもうボコボコにされたとか、はい、長期インターンで突然のもう出社拒否みたいになっちゃったみたいな時でも、でもこの手法ならあるんじゃないか、これならきっとってやれる人が愛されやすいなというとこですね。結果自体ではそんなに大きい成果出してなくても、はい、それまでの過程が大事になる。はい、はい、ありがとうございます。コンサル業界の答え方のコツについて聞いていこうと思います。コンサルティング業界に関しては別の動画でちょっと話したことがあるんですけど、はい、内容とか成果っていうよりはロジカルにまず話せてますかっていう土台が必要です、はい、でロジカルシンキングができていないとどんなに素晴らしい成果でもうちじゃないねって言われてしまうので、そこを留意したいところですね、はい、ロジカルシンキングってじゃあどうやって鍛えたらいいのっていう話があると思うんで、はい、ぜひ東大生が作ったケース面接対策ノートっていう本を一冊やり込んでいただければいいかなと思います。コンサルの理想例をお話しさせていただくと、はい、私が学生時代に頑張ったことはコンビニの離職率を低下させたことです、うん、私が働いていたコンビニは海外の労働者が8割で日本人はほとんどいない状況でした。当初は多国籍な方が参加されていたのでお互いに共通する言語も片言の日本語しかなく、非常に離職率が高いことに店長が悩んでいました。そこで私はこの時の原因を明確に言語でのコミュニケーションがお互い取りづらい点にあると考えて以下2つの対策を取りました。1つ目の対策が翻訳機能がついているチャットツールをみんなにアプリをインストールしてもらって、どんな言語で入力しても翻訳ボタンを押すだけでみんながコミュニケーションを取れるようにしたことです。テキストメッセージを打つことだけなのでみんな気軽に投稿してくれたのと、翻訳ボタンを押すだけで相手の言っていることがわかるので学習を頑張ることなく言語の壁を越えられるようにしました。2点目はなるべく同じ国籍の方々を海外のアルバイトの方で募集したことです、うん、そもそも言語の壁があるというところが課題でしたので、言語の壁が極力なくなった方がいいだろうということで、多様性からは反するような考えかもしれませんが、一人雇った方にぜひお友達を紹介してよという形でさらに雇用を増やすことによって、結果的にうちの店舗は8割が中国の方になりました。中国国内でも方言があるので完全に意思疎通が簡単になったとは言い切れないのですが、一方でやっ
やはり漢字でやり取りがすぐできる、翻訳がスムーズであるといったところで、お互いにチームとして一体感が生まれ、離職率が4割下げられました。こんな感じ。ありがとうございます。これまでのガクチカはこれまでやってきたこと重視って感じだったんですけど、はい、今回のやつはもう最初から離職率から始まるんです、はい、その後に2つの対策っていうところでロジカルシンキングをアピールするっていう流れになりますね、はいはい、みんな3点言いがちですけど、はい、3点って覚えるの難しいんで2点でもいいと思います2点で引き出していただければと思います。はい、次は商社について聞いていこうと思います。答え方のコツからお願いします。商社はですね、非常に人気のある業界で、はい、かつ昔から人気がある業界です、はい、これが何を意味するかというと、皆さん同じようなタイプの人気者がですね内定してきていて、それがその 4,50 年変わんないわけですよ。それは珍しいですよね。どんな業界でも人気のアップダウンがあるので、うん、普通はなんかこの年はこういう人が多くて、この年はこういう人が多いねみたいになりがちなんですけど、はい、当社はずっとモテる人、はい、モテっていうのは異性とか恋愛の話ではなくて、はい、人間モテする人、人間モテが通るので、はい、まず人間モテをアピールしていかなきゃいけない。人間モテって何のことを指すんですか？例えば一例としては、はい、先輩からとことん気に入られるとか、そういうスキルですね。で、これを世界中の交渉で発揮してくるわけです。なので、理想像としては、いかに自分がね、人間からモテるか、はい、を織り込んだようなテーマになってきます。はい、ちょっと追加しますと、商社は高倍率でもあるので、正直、ガクチカの内容自体もいい成果を出してないときついです。これは他の業界と大きく違うところですね。はい、では、理想例についてお話しさせていただこうと思います、はい。私が学生時代に頑張ったことは、飲食店のアルバイトで県内1位の売り上げを上げたことです。はい、居酒屋で勤務していて、ちょうどコロナ禍が終わり始めた頃に入店いたしました。コロナ後でしたので、どのお店もお客様が少しずつ戻ってきて盛況になりつつあった一方で、お客様がお酒を飲む量ですとかご飯を食べる量が全体的に減少しており、前よりも客単価が下がっている問題がありました。で、そこで私はお客様がより長くお店に滞在してくださって、つい客単価を上げてしまうような施策を考えようと思い、まず店内の全員に偽名の名札を作りました。個人情報を守りながら、あだ名を名札に書いてもらうことによって、このお店の人がいるから今日は行こうかなと思うような仕組みを作ったわけです。その上で、自分が仲良くしていただけそうなお客様には、一緒に飲み会に参加しているような体裁で、これめちゃくちゃ美味しいですよねとか、このサワーって今日取れたてのオレンジ使ってるからめちゃくちゃ美味しいですよとか、そういった形でちょっと友達あるいは親しげな同僚ぐらいの感覚でお客様と仲良くすることに専念しました。その結果、お客様が丸々君が言うんだったらもう一杯飲んじゃおうかなっておっしゃっていただけることが増えて、お客様の数も増えましたが、何よりも客単価がほぼ倍増しまして、結果県内での売上1位に貢献することができました。ありがとうございます。エピソードとしても強いですね。まず県内1位っていうところでアピールした後に、なんで県内1位かっていうところで自分がいかに愛されてきたかをアピールするのが大事ですね、はい、ありがとうございます、はい。次はデベロッパー業界について聞いていこうと思います、はい、最初に答え方のコツからお願いします。デベロッパー業界のガクチカなんですけれども、はい、やっぱり今人気っていうところがかなりあるので、そこで突出した差別化をする必要があります。非常に難しいと思います。生半可な成果だと落ちてしまうというのは、倍率が高いから仕方ないんですけど、現状かなと思ってます。成果はやっぱり必要っていうところですね。ただ成果が必要っていうと、みんな何だろう、学生団体やりましたみたいなでっかい話を持ってきますけど、そうではなくて、バイトでもいいので非常にいい成果、売上とかを出したっていう話なんかが望ましいです、うん、さらに言えば、デベロッパー業界に絡んでくるような相手を説得する業務だったりとか、うん、あるいは戦略に関わる業務だったりとか望ましいですね。理想例をちょっとお伝えしていこうかなと思います、はい、私が学生時代に頑張ったことは、カラオケ店の事務スタッフをやったことです、うん、カラオケ店はいくつかの、まあ、支社本社がありまして、その中で私は最初事務補助をしていました。事務補助というのは、まあ、各店舗の売上を集計するだけのシンプルな作業だったんですけれども、そのうち私もその事務作業をまとめるうちに、なぜある店舗で売上がこれほど高く、ある地域ではこれほど低いのかといったことを考えるようになりました。で、その地域を地図上で全部マッピングして見てみたところ、売上が低い地域はカラオケの店舗の場所が大通りから1本入った場所にあり、看板が見えにくいのではないかと考えました。で、そこで直属のその現場の上司にまず掛け合って、街中で床に立てられる看板であったり、あるいはかつてサンドイッチ
マンと言われていたカラオケありますみたいなものを前後に貼っている誘導スタッフだったりっていうのことは可能なのだろうかといったことをご相談しました。そうしたところ、自分が試すならいいよっていうことで、まあ、実際私がサンドイッチマンになってカラオケ店の誘導をしてみたところ、私がその立ってみた日だけ売り上げが 3% 上昇しました。このようなデータをもとに、まあ、社内で提案書を出したところ、なんと売り上げに課題のある店舗でそういった取り組みをしていただけて、売り上げ全般に貢献することができました。デベロッパー業界って結構人気で差別化必要だったと思うんですけど、はい、エピソードとしてはアルバイトの、しかもカラオケでも行けるっていうことで、はい、最初は規模の小さい話から始まるのかなと思ったんですけど、はい、最終的には人を巻き込んで、はい、さらに売り上げの成果も上げたっていう、そういう成果の差別化が必要になるんですね。そうですね、うん、で1店舗のバイトでもいいんですけど、はい、じゃあその立地でどう勝負するか、デベロッパーなんで土地のことを考えなきゃいけなくて、はい、自分のいた丸々店、例えばカラオケ館の丸々店については、はい、他店がより駅近にあったのでどうしてもそこにお客を取られちゃうと、その中でどうやって考えを変えるかみたいな話をやりましたみたいな。例えばカラオケ店の看板の前に人を立てておけば、人は最初に見たカラオケ店に行きたがるということが分かったんで、駅前に誘導する人を入れましたとかね。そういう立地上のハンデとか立地上の課題を解決するとか、そういったものでデベに近づけたいなというのはあります。ちゃんと志望理由につながるような話も大事。そうですね、ありがとうございます。次は金融業界について聞いていこうと思います、はい、金融業界については、金融という単語で銀行と投資銀行と保険なんかが入っちゃうんで一概には言えないのと、職種別作用が一部あって、まあ、例えば保険業界のアクチュアリーとかになるともう全然素質というか資格の話になってきちゃうんで、一回ちょっと置いとかせてもらって、はい、基本的には皆さん営業になるよっていう前提で切ってください、はい、その中で一番嬉しいのはシニア向けに何か商材を売った経験ですね。変なもの売れって意味じゃないですよ。羽毛布団とか押しかけていっちゃう、売らないでほしいですよ、はい、ただ自分と年齢が離れたお客さんと仲良くなって、はい、その人から何らかの商品を購入してもらう、これが圧倒的に必要な経験になってくるので、こういったものがガクチカに入ってると強いなっていうのは間違いなくあります。志望動機のところでは地域向けっていう話だったと思うんですけど、ガクチカでは世代の違う方との交流とか関わり方っていうのが大事になってくる。お客様にどうしても富裕層だったりするシニアが増えてくるからっていうのはありますね、はい、はい、ありがとうございます。これに絡めた理想例お願いしてもいいですか。はい、私は学生時代に頑張ったことは、とある小さな会社のコールセンターです。その会社は高齢者向けの補助具を販売していたのですが、補助具の問い合わせであったり、時にはクレームに対応することも多々ありました。特に一番その会社さんが手を焼いていたのが認知症が入っていらっしゃるお客様で、そういった方のクレームが度重なることによってスタッフが疲れてしまってどんどん辞めていってしまうというところを課題に感じていました。そういった困ったお客様のリストをまず揃えまして、その方々に直筆でお手紙を一通ずつ書くことにしました。そのお手紙を追って電話をして、電話の上に貼ってくださいと。いうふうにお願いさせていただきました。こうすることによって何度同じお電話が来ても、今ですね電話機の前を見ていただくと私からお送りしたお手紙があると思うんですが、という形でリマインドすることができ、クレームを短時間で終えられるようになりました。こんな感じです。はい、ありがとうございます。世代の違う方に対して地道に行動を起こしていったっていうことが重要になってくる、で最終的にちゃんと気に入られてるところですね、はい、気に入られる、はい、それでいくとさっきの勝者のところで、はい、人間モテって言われたんですけど、そうですね、はい、勝者の場合は例えばアルゼンチンとかに行って、はい、その土地の農作物を牛耳っている地主みたいな人に気に入られないといけないじゃないですか、はい、でそれに対して金融の方っていうのは日本にいらっしゃる、でも、まあ、周りの方がちょっと引いてしまうような、はい、要は接待が、まあ、得意なじゃない方は逃げてしまうような方に愛される、好かれるっていうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあメーカーについて聞いていこうと思います。はい、メーカーのガクチカ答え方のコツとしては、はい、どうしてもそのメーカーの小売に関することをやってるのが一番強いですけどね。仮に明治さんを受けるとしたら、はい、チョコレートを販売していた店舗にいた方がいいしっていうのはあります。楽です、ガクチカ作るのは、はい、でもそうじゃなかったら何らかの、まあ、B2C だったら販売に関わるお仕事だったりとか、あるいはメーカーでも資材とかB2B って言われる分野ですね、法人様に物を売るようなお仕事になってくるのであれば、その会社に絶対ありそうな部署の仕事に近い業種をやってるといいと思います、はい、理想例をちょっと1個考えさせてください、はい、私は学生時代に一番頑張ったことは派遣として営業のアシスタントをやったことです。私は大学3年生の前期で全ての
の単位を取り終えてしまったので派遣社員としてフルタイムで入ることにいたしました。その入った先が機械メーカーさんの営業アシスタントでした。当初はなかなかその営業さんが求めていらっしゃること、どういったことに気を配ってほしいのかという機微が分からなかったので、週1で自分のメンターさんとワンオンワンをしていただいて、自分の至らない面を毎週フィードバックしてもらって、その翌週には必ず直すように努力していました。その結果、最初は学生ということであまり、まあ、パッとしない派遣社員だったと思うのですが、6ヶ月後退職するときには、あなたがいないとこの会社回らないから、ぜひそのまま居続けてほしいと引き止めていただけるぐらいにまで変化しましたみたいな感じですかね。はい、ありがとうございます。メーカーの理想例のところで、そのメーカーの仕事に関わる仕事に携わってるといいってことだったと思うんですけど、はい、スキルでいくとさっきみたいな愛され力とかも必要になってくるんですか？どっちかっていうと協調性ですね。はい、協調性が一番大事です。今の話も要は自分の仕事が何もわからんっていう状態で入った時に、はい、いきなりなんかこう自分で調べようとか、はい、なんか自分じゃ企画立てようとかじゃなくって、はい、そのまま先輩に相談する、はい、へこたれないっていうところが、まあ、いかにもメーカーらしい働き方っていうところで評価されやすいかなというので入れてます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に人材業界について聞いていこうと思います。はい、人材業界については人と接する仕事が圧倒的に多いし、うん、しかも接する相手の人数が半端ではないっていうところで、その方々に最適な提案をするようなタスクをたくさんこなせますみたいなお仕事が一番楽ちんかなと思います。理想は接客業とかを経験していて、いろんなお客様を個別に満足させていきましたみたいな話がいいんですけれども、そうじゃないバイトだった時どうするかっていうところで、はい、今一例を出したいなと思います。はい、理想例ですね。私が学生時代に頑張ったことは、とある会社の SNS を発信したことです。 SNS の発信というところで、最初に会社さんが期待されていたのが面白い投稿をしてフォロワーを増やすことでした。ただ一方で、私は自分が SNS をかなりやり込んでいたので、フォロワーを増やす以前に好感度を増やしていくとお客様になる確率が高いのではないかという考えを持ちまして、まず上司の許可を得てから、なるべく全てのお客様の返信に対していいねだけではなくて言葉で返事をするように心がけました。さらにその言葉の返事をするときに、前も書いてくださった〇〇さんですよねとか、結構人を見ているようなコミュニケーションを心がけることによって、お客様の好感度が上がり、最終的に店舗に来てくださる方が月当たり100人増えたという成果を出せましたみたいな感じです。個別化ですね、はい、人を個別化して接客するっていうやり方を学ぶことによって、はいはい、他の方の SNS マーケの話と違う話ができたかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ここまで各業界ごとの答え方のコツだったり理想例についていろいろ教えていただいたんですけど、最後に土井さんの方から就活生に向けてメッセージをお願いしてもいいですか？はい、学知化なんですけれども、まあ、企業としてはやっぱり関連性のある仕事をしててほしいな、そういうエピソード見たいなとは思ってます。そうすると皆さんが働いてるとこが想像できるからなんですね。とはいえ今更バイト変えれないしみたいな話あると思うので、例えば短期バイトで1日だけ入ってそういう経験を積んでみるとか、あるいは単位1個だけそのカテゴリーの授業受けてみるとか、そういうレベルで全然構わないので、はい、ぜひその企業と自分の接点を深めていって志望動機説得力を持たせてください。はい、ありがとうございます。今日は業界別最強イエスの作り方ということで学知化について教えていただいたんですけど、前半の動画では志望動機について解説しているので、そちらもぜひご覧ください。ここで旬ダイアリーからお知らせなんですけども、今旬ダイアリーの公式 LINE を追加していただいた方に土井さんの方からプレゼントがあるということで、土井さん教えていただいてもいいですか？概要欄で旬ダイアリーの公式 LINE に追加できるんですけれども、そこから入っていただくと私が作った無限に ES を添削してもらえるプロンプトが手に入ります。チャット GPT に放り込んでもらうだけで皆さんの学知化をそのまま添削されますので、ぜひ今見た動画を参考にして自分なりの学知化作ってみてください。お願いします。今日はアルバイト縛りがいいという無茶ぶりにしてしまったんですけども、全てに対応していただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。